こんにちは、なつきです。今回はコストコ購入品をご紹介していきたいと思います。このシリーズが大好評で、視聴者の皆さんからまた購入品紹介シリーズやってくださいってずっと言われていたんですけど、しばらく時間が空いてしまいました。つい昨日コストコに行ってきたばかりなので、今回は久々に購入品の紹介をしていきたいと思います。はい、ということで早速どんどんやっていきたいと思います。まず一つ目、私コストコに行く最大の理由になっている商品なんですけど、洗濯洗剤と、柔軟剤です。私はこの2つがお家からなくなったらコストコにお買い物しに行くっていう、そのルーティンを決めていて、前回コストコに行ったのが1月だったので、約10ヶ月もこの洗剤柔軟剤持ちました。値段が結構安くて、こっちがだいたい2000円ぐらいで、こっちが3000円、だからトータル5000円で、約10ヶ月持つわけなんですよね。結構この2つはおすすめなので、もしよかったら次買ってみてください。はい、続いて、これはまた洗剤で申し訳ないんですけど、食器用洗剤です。でこれに関しては正直言うと、ドラッグストアの方が安く買えたりはするんですけど、買いに行く手間だったりとか、あとこれ重いんで、スーパーに行って食材を買って、またその重い荷物を持ってドラッグストアに寄って、またこの重いボトルを持って帰るっていう労力を考えた結果、まあ少し割高かなと思いながらも一緒に購入するようにしています。続いて食品に移っていきます。結構買ったんで重いんですけど、まず卵が2パック全部で 10個入ってます。これで確かね、お会計が450円だったんですよ。これは安いと思って買いました。うちが住んでる東京都のエリアは1パックで450円したりするんですよ。最近落ち着いてきたんですけど、それでもやっぱり300円台なんで、これは買いだなと。で、賞味期限も12月1日、約10日間ぐらいは持つんで、余裕で使い切っちゃうんで、卵買いました。はい、どんどんいきます。次、スルメスティック。私、10月の22日、結婚式を執り行いました。結婚式を迎えるにあたって結構ダイエットをしていて、でその時にお世話になっていたのがこのスルメスティックです。これはタンパク質も豊富ですし、カロリーも低いので、すごい健康的なおやつ。続いてこれはパイナップル、旦那さんがパイナップル大好きなんで買いました。値段は1000円。こんな感じでスティックになっているものが2本入っていて、全部で6袋入っています。サインでした。続いてわかめスープ、まあこれはうちに買ったんじゃなくて、妹が買ってきてっていうので買いました。これはプレゼントです。続いて、よいしょ、これはさつまいも。前回コストコに行った時にめちゃくちゃ美味しくてリピートして買いました。全部でね、13本ぐらい入ってる。大きさはこんな感じで結構ミニサイズなんですけど、1人1本食べるとなったら、私このぐらいの大きさが嬉しくて、で値段が899円でした。続いて豚こま肉です。これは 100g 90円ぐらい、安いと思って買いました。しかも国産の豚肉です。これは後で小分けにして冷凍しようかなと思っています。そしていよいよ最後、よいしょ、桜鶏です。もも肉は買わず胸肉のみ買いました。これも後で冷凍保存します。はい、コストコで購入したお肉を冷凍用に小分けにしました。でうちはその時食べたいものを作りたいので、下味はつけていません。はい、ということで今回は計13点で1万4000円ぐらいなんでアバウトかっていうと、カードの更新料金もここに入っていて、1回の更新で4840円
はい、ということで久しぶりのコストコ購入品紹介でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。